18分17分19分遅れのショールームです。こんばんは、こんばんは。ちょっとね、遅刻しました準備したら全然時間が足りなくて、まあ8時までやります。今日は8時まで。そうだから今日は40分となります。40分配信。今日はずっと宿題を頑張ってて、宿題をずっと頑張ってた。今日は11時から。あ、え、もう18時だったのかな。あれ19時って書いてたつもりだったんだけど、どっちだろう。あ、マジ、19時だと思って、19時だと思ってたんですけど、そうだったかな全く記憶がないな。でもあの問題を18時くらいに送った気がする。私19時んー、いつだ18時。そっか、1時のつもりだったんだけどな。でもね、私も思ったの。ちょっとなんか今さっき準備してる時に、準備してる時、もしかしたら18時からって書いたかもしれないってちょっとだけ思ったけど、まあ19時です。じゃあ1時間15分オーバーということで、今日はそういう、マジか。全然あれだったんだけど、そうなのか。あと1週間後にこはちゃんと、あ、そうだね、あれがあるから。お話し会は今週20、21のお話し会は、お話し会っていうかオンライン握手会はオンライン、来る人 いるんです。ちょっとね、なんだろう、20、21、9月はいつね、10何日か。そう、まあ配信したからオールオッケー。オンラインって25秒くらいでしょ。なんか どうしようかな。まだ話すこと見ないでしょ。やって話すことね。
ナースコートは何だろう、何話すんだろうね。オンラインアクスカイ何、15秒だから15秒だからどうだろう。15秒って話すことなくない？なんか緊張しすぎて。なんだろう、まあうん、初めてだから、まあうん、オンライン握手会はうん、こうちゃんへの愛を、そうだね、みんなさん話すことなかったら私への愛を語ってください。あ、リカさんありがとうございます。のりっぺさんありがとうございます。しゅんさんありがとうございます。まあまあ話すことは決まってなくてもお話できそうだけどな。15秒待ったら多分大丈夫だよ。二人きりだから多分。でもね、しかしこっち側がさ、なんか話しかけることってあるのかな。こっち側から話しかけることあるのかな。15秒もあればダメだよ。でラムネ絶対早飲みできないから。あ、見せる、私に見せてくれるってこと。ラムネの早飲み、私に見せてくれるのかな。あきちゃーさんありがとうございます。ねえ、8月のオンライン方と思ったら9月だったの。部長の何て読むんだ、訓示をくださいってなんだ。訓示とは、訓示、あ、止まりました、一瞬多分止まりました。もうすぐどっか違うページに飛んじゃうからさ、嫌なことだ、参った。止まりました。今も止まってるかな、聞こえてるのかな。
丈夫、大丈夫そう、まだ、あ、じゃあ大丈夫か、聞こえてるならね。で、なんだっけ、8月のオンライン買ったと思ったから部長の感じ、なんか叱るっていうか、そういう感じ、クンジが分かんないよ、ちょっと意味が、まあ藤子がような制作でしょ、うん、じゃあね、でもね、どうだろう、で最初の方はめっちゃさ固まってるかもしれない、後の方がいいのかな、そうで、おしゃべり会はオンライン握手会は土日、今週土日あって、うん、土日でもね、その前にも水曜にやっぱよくあって、だからね、私は、オンライン、じゃあでも握手会の衣装とかもどうしようっていうのね、服どうしようかな、服はうん、服はどうしようかな、なんかやっぱ服はさ、着たことない服着たいけど、何を着ないかとか分かんないから、まあうん、まあオンラインの時って自由、どうなんだろうね、自由なのかな、自由かな、どうなんだろう、でもロシで行くとは思うけど、大体そういう時は絶対ロシで行く人だから、オンライン握手会はまあどうにかなる、あと30分、10日目になりましたって、やばい、なんかなんかね、なんか話すことはなんだろう、コメント遡るか、うんうん、ジェンジェンさんありがとうございます。
なんかだるまみたいなやつ、だるまかなこれ。じゃあ私の今日の夜ご飯の話をしようか。今日の夜ご飯は、今日の夜ご飯は、ビーフシチュー、昨日からのビーフシチューなんだけど、その多分ね、多分ちょっと本当かどうか分かんないけど、あのエビフライを揚げてくれるって聞いたので、ビーフシチューとエビフライ。でもエビフライとビーフシチューって絶対来ないよね。なんかカレーとかなら合いそうだけど、ビーフシチュー、昨日からのビーフシチューです。そう、いいでしょ、ビーフシチュー。嫌いな食べ物はでピーマンとかナスとか、あれが苦手。海鮮系、海鮮系が好きじゃなくて、チーズも好きじゃなくて、ね、あんま好きで、なんだろうね、好きな食べ物は前も話したかな、肉系。ニコビ先輩のやつなんて厳しいの？厳しくないよ。全然厳しくなかったです。面白かったです、ニコビさんのレッスン。エビ、そう、なんか生が無理なんです。いや、魚とかも焼いたら、なんか火通したらいけるけど、焼いたらいけるけど、生が、だけど刺身とかも好きじゃないですよ。うんシチュー部長、そう、なんでも部活に、部長に関連させるんじゃないよ。でもね、何の部長になれかな。でも帰宅部長は決定なの。何だったっけ、な、前何やったっけ、チャーハン部だったっけ、そのチャーハン部かな、それもチャーハン、あ、そうだね、帰宅とチャーハンだからでもね、部員があのいないから、新しいあれは創立できないんですよ。部員がね、部員いないからさ、なんていうんだろう、廃部になりかけてる部活だから、部員さんがいないと新しい部活を、まあ一部活5人はいるんで、5人は必要だから、帰宅バスね、2、3人いれば十分。でもチャーハンバーグ5人で、この玉ねぎ切る役、お米研ぐ役、炒める役とか、味付け役、あ、4人でいいかも、4人と私、そう、私がいれば5人だから、で、私が食べる役だから。でも部員さんいないからさ、
でももし作るならとんかつ部とか食べたいからさ、とんかつ。でもとんかつを前に食べてたらなんか悪そう、体に。だからうどんとか。でもラーメン、あーでもラーメン、どんぶり部とか、どんぶり部、どんぶり部、なんだ、カツ丼、親子丼、牛丼そう、食べる専門で行かせてもらいます、食べる専門、食べる専門。で、なんだろう、何がいいかな。ハンバーグ部かな、なんだろうね。じゃあ、うん、肉部、肉部いいね。もうさ、でもさ、もうまとめてさ、なんかご飯部みたいなさした方が早い気がするんだけど、ご飯部でもね、それだったらちょっと面白くないから、チャーハンはもう廃部になりかけてるから、はい、みんなで食ってるから、そうご飯部幅広いかなら、まあやっぱチャーハン部で、シチュー部は作りません。こんばんは、こんばんは。あと15分。じゃあそう、今日はスクショ坊主は何にしよっかな。スクショ坊主は何だろう、スクショ、チャーハン作る、作んないよ、チャーハンは。チャーハンは作りません。でもやっぱ帰宅部の部長を第一、帰宅部部長第一優先なので、この部活はもう作れないな。チャーハンは作る、今日は作らないし食べもしないかなうん、食べないかな。あのっていうかメンバーで、そう、どうなんだろう、全然聞いたことない。多分みんな幽霊部員みたいなことは言ってた気がするけど、で言ってる子もちょっといるのかな。でもどうなんだろう、もうね、多分言ってる子は言ってるんだよね、知らないけど言ってる子は言ってるんだよな多分。でもレッスンとかあったら行けないよね、どうなんだろう。でも私は帰宅部だから永遠の帰宅部、
でも高校卒業したらさ、帰宅部も卒業しなきゃいけないわけじゃん。卒部式開かなくちゃ。卒部式。卒部式はみんあの、はん、うん、卒部式は、高三の卒部式は何、じゃあチャーハンでも作ってもらおうか。チャーハン作ってもらって、でもね、多分卒部式って言ってもあと4年後 4年と半分ぐらいだから、そんなにね。でもまだこう4年もあるのか。4年もだったら多分どっかの規制、あのどっかの規制じゃなくて 7期生かもう入ってくると考えたらね。7期生か4、5年後には。まあ先の話はしすぎなんだけど、でもなんかちょっと心、ここなんちゃらちゃんいたら可愛がりたいのか。ここなんちゃらちゃん、ここはちゃんって来ないのかな。もう2人いるから。心なんちゃらちゃんとか、うん、こんばんは。じゃあ今日のスクショポーズは何にしよっかな。何してないんだろうね、今まで。してないのは、あ、じゃあ私はちょっと今日どうしてもしたい話があって昨日のミナのあの筋肉のやつそれの昨日のあれ面白かったな。ミナの筋肉、なんか私はその時の配信を見てなかったから知らなかったんだけど、なんかみんな筋肉にしたらなんかツイッターに載せられてたみたいな。悲しいよね。筋肉、それだけで見てないけど、その時の画像を。そんなにどうだったの、筋肉あったんですかな、ちゃんと。でさ、メンバーの6期生のこのショールームに行って、あの冗談入りするのが好き、最近のなんか趣味っていうのが、なんかそう冗談入りするのが
きやん。お尻頑張って止めて、お尻に行くと。でもね、前うちもね、グッチがね、なんか間違えてて、星投げてたらさ、壇上、冗談って言ったから壇上入りね、壇上入りで壇上入りしたから、前誰に乗せに行ったんだっけ、リサッキーとナータン、ナナカは、うん、冗談入りし壇上入りか、なあ、めっちゃ言い間違えたよ、冗談入りと壇上。壇上入り腰を頑張って貯めて行くの。課金はしてないよ。それならリアーカの方じゃない、したことはないけど、腰貯めて最初の方に投げる、で壇上入りして、そう、冗談じゃん、壇めっちゃ嫌じゃん、壇上入りをするの。前に先輩の一回だけね、先輩さんのショールーム見に行って、めっちゃ星が止まってて全部99個みたいな、ちょっとずつ投げてたのにいつの間にか10何位にいて、びっくりして、もう壇上に言いしちゃってってさ、それはね、びっくりした。じゃあランキングを、スクショポーズはなんだろうね、今日は ピース、あ、スノーマルでなんだろう、じゃあ、ランキングなので、その間にもう今日ピースに行くわ、ウエさ違います、あ、違いますってほどでもないけど、食べなくはないけど、めっちゃ食べるわけでもない。じゃあランキング見ます。はいはいはい、ランキング13位はのいっぺさん、ありがとうございます。あ、待ってよ、12位やしたんさん、ありがとうございます。11位おともちゃんさん、ありがとうございます。10位しゅんさん、ありがとうございます。9位赤いグリフォンさん、ありがとうございます。8位博多の細麺さん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位待って、6位、ペシさん、ありがとうございます。5位リカワさん、ありがとうございます。で4位ミルンクラクさん、ありがとうございます。そう、3位なんて言わないね、ちょっとチミーさん、ありがとうございます。2位ヤキチャーさん、ありがとうございます。1位ジュンジュンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。スクショポーズ、うん、そうなん、ビーフシチューの感想もそうだね、エビフライとビーフシチューの感想はメールでね、終わらせませんくて言います。
じゃあ今日のスクショタイム何がいい？コメントしてください。コメントしてください。ちょっと待って、じゃあコメント、ちょっと待って、スクショタイム何してないんだ、コメント、たこ焼きポーズ、待って今1000人ぴったした、1000人ぴったし、どのポーズした、私、あ、リサキポーズってなんだ、ほら、リチッキーズって書いてるから、リサキポーズって何なんです、何なんだ、私もね、リサキポーズしたいけど、ないでしょ、そんなポーズ、あ、チカチカしてる、電気の机が、電気、机の電気が、あ、あと5分しかないから、おはよう坊主、何おはよう、これだけってこと、なんだろうおはようの時にだね、おはようって言って、リサキいないからリサキポーズは今度本人に作ってもらうとして、まあ何、はあ、やっぱそんななかった、なんか部長ポーズってのにいや部長ポーズは何の、じゃあちなみに今がスクショタイムなんで、適当にスクショしておいてください。じゃあなんかちょっとね、いい案がないんで、ピースでもしときます。たたた、ギャルピーの予防、ギャルピーね、多分ね、あ、入る、ちょっと待って、これだったら入るかな、ちょっと、でもなんか手疲れるよね、ギャルピーって、私うまくないんだよね、多分ギャルピーするの、こっちは多分絶対に下手な、こっちの方がいけるかも、だってこうやっていけないじゃん、痛いよねこれまあいいや、出る気のない、まあ適当にスクショしといてくださいで、ランキングもなんだから終わるか、そろそろ、
でギャル見てこうやって見せないといけないのかな、これこれでもいいのかな。あ、そうだね、時期は課題、大事な時期、高校2年生だからまだ。暗いな、なんか。まあということで、今日そんなお話できてないけど、なんかやっぱね、ちゃんとお話のネタは作ってくる来た方がいいなって思いました。今日なんか多分つまんない話になっちゃったかもしれない。じゃあもうすぐ終わります。さようなら。ちょっと待って、じゃあまた明日、でも8時になっちゃう。さよなら。さよなら、バイバイ。